はい、すいません、実況変わりました、浜田です。A 兄弟、まず 1P 側が M ダッシュ、2P 側が少年。チームが老害。さあ、老害。ああ、もう本当に、うん、キャンセル、老害だ。1P 老害です。対する少年のキャラは、ウイジ、ウラマリ、あと一人。さあ、M ダッシュのキャラが決まった。キャップさんから M ダッシュに指示が飛んだ。さあ始まった。さあまずファーストアタックがエイジだった。さあユリが走って上から乗っかっていく。さあ足を込んでじわじわと体力差を埋めていく。さあだがジャンピーから発動。さあエイジが発動してうろうろして、さあここで出たジャック鍵打ち。さあまたジャック鍵打ち、さあバックジャンプ B。 さあ見えにくいだがバックステップに誰が刺さる。さあバケ、さあ M ダッシュのイオリが走り追い込んでいく。さあまたエイジが発動と最後は下がったところにコッパキリが刺さる。まず取ったのは少年のエイジ。さあ M ダッシュ時報は表クリス。さあ、持ち前なのかよく分かんないが、老害プレイが炸裂する前に、まずは、エイジの弱加減値に翻弄される。さあ、まずは殺しておきたい。エースラまでしっかり入れる。さあ、ディルゲー。さあ、残り体力わずかのエイジ。だが、エイジはここから、なんとか行きたい。さあ、加減値、しっかりしゃがみしを置いていた。さあ、M ダッシュの表クリスが取り返す。さあ、地方戦。表クリス対裏マリー。さあこれも EX ゲージのマリーがいろいろと面倒くさいが、M ダッシュが老害プレイでなんとかするか。さあキャラここはしゃがみ PA 発動。エスカスライサーからしっかり振るぞ。めったさあ一気にマリーが優勢だが、前へ重ねていったところにしゃがみ B、スクランブルダッシュ逃げる。そしてまた M ダッシュがワンコンボ決めて発動。さあダガをダグリスが画面発し、背面ダウンからまた投げ、背面ダウンが続く。さあここでまた逃げる。さあ中段をしっかりガード。さあ NC が暴れていた。さあ見えていたが潰しちゃった。無敵が上から吊るされた。アイムダッシュが大将を引きずり出された。大将は裏ヤッショ、裏ヤッショ対裏マリ。さあだがエスカーパワーコンボ決める。これはでかい。裏マリ残り体力は若干これわずかになってしまう。さあだが赤いぞ、エスカからワンチャンスあると思ったらここでコマラギった。ダイビングスマッシャー。さあもうしっかり反角、老害が通じなかった。まず取ったのは少年。さあザ・老害続けて出てくるのは一部。ゲームオーバー。マリちゃん、あ失礼、マリちゃんでした。さあ本当だ、カードの戦闘力の差が激しいぞ。戦闘力5000に対してマリちゃんの戦闘力5000に対して少年の戦闘力8万。さあ戦闘力が戦況を表してしまうのか。さあ少年先ほどと変わらずイオリエイジ裏マリー、だが順番を変えてきた。対するマリちゃんはレオナイオリ裏ユリ。さあ始まった。さあまずは少年のユリイオリがダウンめくったらあんまつかない。だがここは上をよく見ている。勝利で落とす。
ああ足に追い込んでるのはマリちゃんのレオナだが、ここはくぐって小足から背面ダウンからジャンウェイ発動するが後がつかない。ああ足で固めにくいより、ああ闇払いで相手の様子を伺う。さあマリちゃんが走って飛んでいく。さあディエサマンコンボ、ここで決まった。さあまずは先鋒戦マリちゃんが奪う。さあ少年今度は地方に出てくるのはエイジ、裏マリは対象に回った。さあレオナがまた上から乗っかっていくわ。エイジがさあ弱闇払いよく見えている、しっかり回しを置いて、さあ垂直ジャンプに投げは投げ外す。エイジがまた若干ゆっつ軸にどん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 攻めに行く。さあアイスラッシャーに残鉄波、隙がない。さあここはよく上を見ている分すられたいく。さあお互いじわじわと時間を使って、ここは強残鉄対空になる。最後は狂気候補に引っかかってしまった。さあ少年のエイジが取り返した。さあ地方戦いよいたエイジ、さあイオリが有利とのこと。さあイオリが上から乗っかっていく、ここはジャンベイで落とすが小足発動残鉄波と、さあ一気にダメージを奪っていく。さあまたさあ手内にジャンシーが刺さる。さあエイジがカクカクしている、ジャンですか。さあまたここで引っかかって小足発動バックジャンプ D、ここはしっかりガード。さあまた後ろに回って相打ち、ああしゃがみ D、しゃがみ C。さあクラ引っかかってここでクズカネが入る。さあ安定のワンコンボ。さあまたクズカネ取りに行くが、カウンターヒット、間に合った相打ち。おいしい思いをしたのはエイジ。さあ先に大将引きずり出されたマリちゃん、大将キャラは裏ユリ。さあこれも裏ユリが有利。さあ走り込んで、さあ言ってる間にマリちゃんの裏ユリが体力が少なかったエイジをとっとと処理。さあ大将対決、裏ユリ対裏マリ。さあくぐって小足からワンコンボ、背面ダウンだったが、これは投げをしっかり読んでいた。痛いのが入る、減る、追撃までしっかり。さあ一気に優勢になったマリちゃんだが、さあここはエスカが出ない。さあ今度はマックスエスカ、さあ反撃しっかり取りに行ったが、さあここで引っかかるが、さあ入った、まだエスカがついていた。一気に減る、残り体力逆転、アッパーだがカス当たり。さあお互い残り体力わずか、最後は下が見えなかった。さあこれで少年が2立て。さあカードの戦闘力のさほどの差はなかったように見えた、いい試合だった。